韓国の売銀行が26日、東南アジア地域に7つのネットワークを追加で新設し、グローバルネットワーク300件時代を開く。売銀行は来年上半期までに500つのネットワークを構築するという目標を掲げた。売銀行は新設視点は所得水準や信用情報の把握などに向けた現場訪問が重要で、 リテール営業のために対面チャンネルの確保が必修の地域だと説明した。今回の東南アジア地域の市地ネットワーク新設で売り銀行のグローバルネットワークは301に増えた。